はいどうもこんにちは。24歳サラリーマン3年目のこのチャンネルつなきゃぴと言います。今回はルームツアーの動画をね出してみようかなと思ったのでちょっと動画を回しております。でちょっとわけあって大学生ぐらいからこのね結構大きなね家で暮らしてます。で築40年近いので作りがちょっと昭和っぽくてちょっとねせっかくなんで広い部屋なんでね DIY して自分好みの部屋にしてみたいなと思ってちょっといろいろ改良を重ねてで元の部屋がこんな感じです。だいぶねもうなんか汚い部屋だったんですけどちょうど1年前ぐらいかなまでこんなところで暮らしてましたが今はちょっとこんな映ってる感じの部屋です。では早速行きましょうか。でちなみに今いるこの部屋このゲーム部屋なんですけどゲームしたりする部屋なんですけどこちらは、また今度いずれ紹介しようかなと思います。今日は紹介しません。はいでは行きます。まず最初に目に入るのはこれですよね。この光ってるランプライトシーリングライトちょっとね高さが天井の高さが低すぎたせいでやたらと下にありますけどいずれ変えます。ちょっととりあえず取り付けてみたかったっていうので今ついてるんですけどちょっとしばらくねなんかいい感じかなと思ってつけてます。これは Amazon で買いました。また商品のねリンクは貼っておきます。下の URL 下の詳細欄に。はいで次左の壁の部分ここよくギターの動画を僕撮ってるんですけどここでよく動画を撮ってます。いい感じの映えですよね。で一個ずつ紹介すると左の一番左にあるこの照明が Amazon でこれ買いました。そんな高くなかったですね。でこれは空気清浄機じゃない加湿器これも Amazon でこれアイリスオーヤマの空気清浄機ちょっと汚いらしいんで赤く染まってますけど。で緑の葉っぱ汚いらしい。こんな綺麗そうな部屋なのに汚いらしいです。でそう IKEA のこれはフェイクグリーンですね。緑がちょっと本物だと枯らしちゃうので IKEA のねはいフェイクグリーンを飾ってます。いい感じですよね結構。で隣こちらも IKEA で購入しました。いい感じの照明でこの葉っぱの部分がいい感じのシルエットになってねおしゃれだなって思ってこんな感じのものを置いております。はい続いて反対先ほどの反対側です。こちらは大きい姿見鏡置いてます。加湿照明でねちょっと光量が足りないのをうまく補ってくれます。ちょっとここ傷ついちゃってるんですけど汚くなりましたねはいまあここに置いてます。でフィルムミラーなんで、倒れても割れなくてであとこうやってすごい軽いので持ち運びっていうか移動も楽々できるようなタイプです。こちら Amazon で買いました。はいというわけでちょっとねダイニング側に移動します。続いてダイニングの机ですね。こちらは牢屋のパイン材を使った机を使ってます。もうね机ってねおしゃれなもんだとちょっと桁がね桁をすごい超えてくるんですけどこれはねもうお手頃価格の中で一強ですね。なのでまあおしゃれな部屋の紹介動画でもド定番の机だと思います。はいで椅子に関しては元からあったものをそのまま使ってます。まあ色味もそんなに悪くないから、まあ、そのまま使えるかなと思ってそのままあったものを使ってます。でそして圧倒的インパクトのこちらアレカヤシとかいう、観葉植物でフェイクグリーンです、はい、しっかりね本当はエバーフラッシュっていうエバーフラッシュだったかな観葉植物を置きたかったんですけどちょっと光をね必要とするのであまり光が入らないところだと置けなくてフェイクなのでね、まあこれはどこに置いても最高です。で今これは下に LED を
LED のテープを敷いてるのでね、ちょっと窓側が暗くなるのを、夜になると暗くなるのを、ね、少しでも抑えようと、こんな感じでLED テープを入れてます。続いてエアコンなんですが、ちょっと部屋が広すぎるのでパナソニックの150万ぐらいする業務用のものを使ってます。ね、アレクサを使ってね、どこにいてもオンオフができるようになってます。アレクサ、エアコンつけて。はい、こういう感じで喋りかけたら指ロボットというものを経由して動かしてくれます。ちょっと今の季節のいらないのですぐ消しちゃいますけど、消すのも、もちろん音声でできてますね。あとスマホからもできます。でアレクサなんですが、エアコン以外にも照明も全部対応させておりますので、まあ、ここら辺も一括でオンオフが、あと色の変更とかもねできちゃいます。間接照明の部屋にするんだったらもう必需品ですね。アレクサは僕の家だと合計35-40個ぐらいあるかな、の家電を全部つなげているので、もうこのアレクサ一つで全部いけちゃいます。いいですね、アレクサ素晴らしい。続いてキッチンの棚の方に行きましょう。5段の大きめの棚を使っております。個人的にね、ちょっと木の色がね気に食わないんですけど、まあいずれ変えましょうって感じで、はい、これ楽天市場で購入しました。でこちらは、イヴ・サンローランのコップですね。イヴ・サンローランにコップってあるんですねって感じなんですけど、まああるらしいです。で隣は、友人にもらったプレゼントをしてもらったおしゃれなお酒とブラックニッカ、ブラックニッカが一番ね飲みやすい。で横がタヌキのなんか日本酒とかを入れるのを適当にね置いてますね。まあ日本酒飲まないんですけどね。はいはい。で、下がティファール。便利ですね、これは。ティファールは。そしてウェッジウッドのワイングラス。これでコーラ飲むの大好きですちょっとね持ち手がね細すぎて水の重さで割れないか不安になるんですけど、これね薄くていい感じなんで、週末これでお酒を飲んだりするととても気分が良くなるのでおすすめです。すごい薄くないですか、薄いじゃない、細くないですか、すごいですよねこれは。はい、おすすめです。こちらで、隣がおしゃれなティータイムを楽しむ時のもの。おしゃれなパンが好きなんでね、まあ、たまに使います。で続いて LED テープ、まあ光ないところに用にストックしてます。で続いて隣が CBD グミ、出ました CBD。 1粒150円ぐらいねするちょっと驚異的なものなので、今回はあまり触れずにいきましょう。別にね危ないものではないはずです、うん大丈夫で次、IKEA で買ったいい匂いのする、なんて言うんだろうこれ、ドライフラワーみたいなものです。いい匂いしますこれ、はい。で一番下はまあちょっと日用品とかプロテインのボトルとか、あと猫の餌置いてます。で横は猫の爪研ぎとご飯が置いてあります。この猫の爪研ぎと下に敷いてるマットはオーサムストアっていうところでテレビで紹介されたやつですね。でご飯はオールウェル、猫の餌の中だったら結構高いやつですね。社会人にしてるとあんまり構ってあげられないんでね、いいのあげてます。で横はちょっと見せたくないよってやってるんですけど、この上はリメイクシート貼ってます下の方ちょっと雑ですね。はい、でこんな感じで貼ってて、キッチンですね。ちょっとキッチン全然ね何もしてないのであまり見せたくないんですけど、まあこの洗い物置くものはケイソードを使ってすぐ乾かすやつ使ってます。でタンブラーはサーモス、これぐらいしか見せたくない見せたくないですね。でちょっとレンジとかも直置きしちゃってます。ちょっと棚がないのでレンジと炊飯器は直置きです。でここはリメイクシート、キッチンの下の棚
はリメイクシート貼ってるんですけど、まあ、ちょっと近くで見るとね若干古い感じが出てますけど、出ちゃってますけどね、まあ、ちょっと遠くから見たらあんま分かんないよね、あんま分かんなさそうだなと思って、まあ、これでいいかなってとりあえずこんな感じになってます。はい、僕の唯一の収集癖を集めた棚です。こちらも DIY してライトを取り付けて見栄え良くしてます。はい、ここは奥にサムライカルバンクラインシャネルの香水と、まあ、下北で買った丸メガネとサングラス、グッチのネックレスにポールスミスの時計を置いてますね。もうこのシャネルのこの右にある香水、このエゴイストプラチナムっていう香水なんですけど、これこれからの、ね、夏にかけてとても爽やかで、もうくどくもなくて、もう本当におすすめの香水なんでおすすめです。上はこういうライトで Amazon で買ったやつで照らしてます。はい、続いてここは香水大量のコーナーですね。ちょっと大好きなところなんで早口で語りますね。まず、まあ、気分によってね使い分けると本当にいいです。で、小さい入れ物、これは、カラリアっていう香水のサブスクライブがありまして、それをいろいろ試したやつですね。まあ、ディオールのソバージュとかトム・フォードの香水とかは、まあ、こんぐらいの量で1ヶ月使えればいいかなっていう感じで買ってました。で、イソップちょっと早かった。そう、イソップが2つあるんですけど、これねちょっと思い出があって、会社の研修で行った場所のロビーがすっごくいい匂いして、この匂いなんだろうなっていうのをずっと探し求めてて、でイソップにたどり着いて、でカースト嗅いだら、あ、これだってなって、一番近い香水だったんで、もうそこからイソップにはまりました。で続いてシゲタのこちらボディオイルかな、あ、倒れちゃった、ボディオイルなんですけど、これね寝る前につけたら仕事のストレス吹っ飛びます。連日ね11時まで残業した時でも大丈夫でした、これのおかげで、ありがとう。で、シャネルじゃない、間違えた、マルジェラのレイジーサンデーモーニングですね、まあ王道にいい。で、白のホワイトムスク、もう白は個人的にこれあんま好きじゃなくて、アールグレイが良かったですね。で、ライジングウェーブのオーシャンコラボのやつ、これ女の子受けめちゃくちゃいいです。僕ちょっと匂い飛びが早いので僕がつけると悲しいんですけど、まあめちゃくちゃいい匂いですね、最近よく使ってます。はい、でその下が、こちらもフェイクグリーンですね。まあおしゃれですよね、パッと置いてパッとおしゃれみたいな。はい、おしゃれなんで置いてます。はい、そして横がワックスですね。ここら辺ワックスコーナー、紙コーナーかな。でオーシャントリコの白と青をメインで使って、まあ後ろに赤とクレイとナチュラルだったかなを置いてます。この僕パーマかけてるんでよくねワックスは使うんですけど、この白と青を合わせてよく使ってます。まあ、いい匂いもするしいい感じです。であとリップスの白と黄緑置いてます。これもまあたまに気分で使うかな。で懐かしのデラクサ懐かしいやつですね、とあとトリートメント、これドンキで売ってるやつ、でアズールのボディミスト、これは全然使ってないですね、なんか置いてあります。はい、でバルク、これねたまに使ってますけどいい匂いしますよね、トリートメントが個人的に好きです。はい、で続いてここはハンドクリームとかアクセサリーですね。アクセサリーはまあ下北で適当に買ったやつ使ってますね。はい、でイソップ、これもイソップのハンドクリーム、これはもらいました、誕生日プレゼントで、いい匂いです。はい、でまあロキシタン、これはまあ基本プレゼントでもらったのが多いですね、ハンドクリームは。と右のアマゾンで買った薬用のやつと、オウパラディのルームフレグランスっていうのかな、スプレータイプのやつですねも置いてあります。とあとメンソレータム全然使わないリップスのやつ欲しいですね。でここはまあ薬用品
とか、まあ、基本タオルが入ってるんですけど今は入ってないですね。でここはパックが置いてあります。このメディヒールね、ちょっと安かったんで買ったんですけど、ちょっと顔に合わないかな。シカのやつが好きです僕は個人的に。でもこれめちゃくちゃ安かったです。とハトムギのマスクです。はい、こんな感じですね棚は。はい、美意識高々です。美意識高めですね。はい、続いて洗面台とトイレですね、見ていきましょう。ちょっとあんま見せる気なかったんでちょっと汚いかもですけど。はい、まあ見ていきましょうか。まずはこのよく見るやつマービス。これクソ高いですよね。なんか安くなってて1500円ぐらいだったんでちょっとお試しで買ってみました。でメラノ CC が入ってます。これスプレータイプの化粧水ですね。はい、で手前からこれリップスのヘアミルクですね。いい匂いします。でイソップの垂らすやつとハンドソープ、ちょっとほこりかぶってますけどを置いてます。ハンドソープめちゃめちゃいい匂いするんでいいですね。であと顔剃るのでこの何て言うんでしたっけ、この剃るやつね、いいですよね。で下に行きます。でドライヤーはレプロナイザー 4D プラスを使ってます。これいいんですよね。5万円ぐらいしますけど、ちょっとさすがに 7D はね使えなかったので、使えないで買えなかったので 4D 使ってますけど、まあ、全然いいっす。これで見た目もねちょっと持ち運びができないんですけど大きすぎて。はい、で上の段ですね、オーラル B の電動歯ブラシ、電動しか勝たんですね。で、レグロナイザーにつけるやつで、奥が、オーパラディの香水が3つあって、エレベイトのワックスがあるかな。で炭焼きがありますね。炭焼きで正直いいですね、マービスなんか使わなくて。で上はちょっと汚いだから映さなくていいよ。で山崎なんちゃら山崎だっけ、ごめんなさい、山崎実業かなんかのコップで、後ろが、トイレですね。この奥のグリーンもフェイクなんですけど、まあ、自分でちょっと作りました。これは DIY で100均で作りましたね。なんで500円ぐらいで作れました。でこれちょっとホコリめちゃめちゃかぶってて汚いんですけどエジソン電球をトイレは使ってます。はい、こういう感じになってます。はい、ちょっとね猫ちゃんが来たので、まあ、猫ちゃんを映しつつ、続いて寝室もちょっとしか紹介しないので、また別で時間がっていうか今なったら撮ります。動画ちょっとねドアノブがついてないんで覗き見ができる穴みたいになってますけど、はい、こんな感じでめちゃラブホヤめちゃラブホヤってなってますけど、まあ、プロジェクターとか置いてねいい感じになってますっていう感じで、はいはい、ここまで見ていただきありがとうございました。だいたい紹介できたかなっていう、まあ、ちょっと細かいとこっていうかまだねいろいろ紹介したいとこあるんですけど、なんせ時間がこれだけでもね19分20分ぐらいするのでもうねキリがないなと思うのでちょっとここら辺で一回区切ろうかなと。また時間があったらね、紹介動画撮ろうかなと思います。まだねこっちの部屋とかもね、まあ、ちょっと今全然まだこっちの部屋改良中っていうところもあるので紹介できないが正確なんですけど、まあ、紹介したいなと思うのでまた見ていただけたらなと思います。はい、今回はありがとうございました。視聴していただき、まだね時間があるときに、てかチャンネル登録をお願いしますね。はい、ありがとうございました。